野田第一次改造内閣は、衆議院議員、民主党代表の野田義彦が、第95代内閣総理大臣に任命され、2012年1月13日から2012年6月4日まで続いた日本の内閣である。2011年9月2日に発足した野田内閣では、第179臨時国会にて、国家公安委員会委員長、山岡健次が、 自らのマルチ商法関与疑惑、防衛大臣、市川康夫が、自らの出現及び、ブータン国王歓迎級中盤参会を、個人的理由で欠席したなど、閣僚としての資質を問われて、参議院で、それぞれ問責決議が可決される事態となった。こうした状況を受け、また、内閣総理大臣、野田義彦が、東北地方太平洋沖地震復興政策の、実現、 自らが目指す消費税増税を含めた社会保障と税の一体改革を実現すべく第180通常国会を前に人心一新と体制強化を図る狙いから2012年1月13日に内閣改造を実施した2012年1月20日民主党政権発足の鳩山幸男内閣以来政治主導方針のもと 内閣法制局長官は官僚であるとし、政府特別補佐人と認めていなかったが、第180回国会から政府特別補佐人と、すると、方針転換の実際的措置をする。2012年2012年2012年1月13日、任命。国土交通副大臣以外2012年1月13日、任命。 国土交通副大臣は2012年1月16日任命。ありがとうございます。